鶴瓶の皆さん、どうもこんにちは。新潟県柏崎市から参加させてもらっております超華というチームでございます。2年ぶりに皆さんの笑顔に会いたくて参加させていただきました。ぜひご覧ください。それでは超華2016祭り構え。続く提灯会場、踊り子たちの楽しさにつられ提灯たちも踊り出す。ご覧ください。感謝の意を込めてご挨拶いたしましょう。ありがとうございました。強化でした。ありがとうございます。意外なところから提灯が、芸術性の高いパフォーマンスでした。強化の皆さん。